Yo, shout out season 2 episode 5. Every episode be crazy and crazier. John Smith last episode. Let's see what shadows up to this episode, man. It's nighttime, so get it. Okay. Damn. Alright, this is what we doing. Our system in this is pretty- Damn, you heard so much. She's definitely just bluffing. Maybe not, I don't know. Okay. Oh, shoot. Yeah, she's her. Her buddy. この私に一撃を入れるとはさすがですね。いいでしょう。私は本気でお相手しましょう。Damn. Get serious then. Get serious then. Unless you got a magic hand on them. そうだな。ガンマはスペックは無駄に高いからな。うん。とりあえず魔力をたくさん込めて叩き切る。Bro, this goof. This goof. Okay. やりますね。ただ逃げるだけと見せかけて、地形を利用した巧妙なトラップを仕込むなんて。さすがリヒテンラワー流の大剣豪。鼻血出てるぞ。とにかくこの女とはこれ以上関わりたくじゃない。この女どうやら俺の手には負えないということで。お前たちいつまで遊んでいる。ここは一体最後のお客様ならこちらで預かってますよ。Damn! You did. 気をつけなさい二人とも。その男は。Oh. Damn. Okay. Jeez.で、いいと思うよ。多分これからも伸びると思う。そ、thanks。心境の変化でもあったのか、それとも何かを掴んだのか。急激に伸びるときって大体このパターンだ。でもまだ足りない。私にはもっと力がいる。なぜって聞きなさいよ。なぜ？私は。見ているだけしかできなかった。ローズ先輩は一人で行ってしまった。国王を失ったオリアナは今大変なことになってて、あの人は仲間が苦しんでいるのに私にはもっと力が必要だし、それ以外にも足りないものが多い。わずかです。支払い客もそれが偽札だとは気づいておらず、どこで紛れ込んだのかも。大商会連合はこのことを気づいていないようです。のんきに紙幣の発行量を増やそうとしています。気づかせなさい。市民の間に偽札の存在が知られたら一大事よ。もし紙幣の価値に疑念を持たれるようなことになれば我々もただでは。まさかもともとそのつもりで信用崩壊を。でもこれでは自滅するようなもの。 Is she catching on? ファソも何でもないわ。偽札の出所を探りなさい。最優先事項よ。はい。 Okay.ただの小遣い稼ぎではなかったとしたら一体誰が。ああ、ジョン・スミッ偽造紙幣だと。はい、直営店の店員が先頃気づき。どちらだ。は？ああ、いや、それはもちろん気の悪い方ではないかと。You know which one, buddy. 出所を探れ。はい、直ちに。
Oh, this man. すでに我々の紙幣の流通量は元手となる大商会連合の総資産を上回っている。そしてそれは三つ星商会も同じのはず。もはや紙幣の価値を保証するのは無知妄昧な市民たちの信用という曖昧な空気だけだ。偽札、同じ紙幣でありながら本物と違い価値の保証されない正真正銘の紙切れだ。その存在が世に知られたならば市民たちは一斉に疑問を抱くことだろう。己の財布に入った本物の紙幣でさえただの紙切れに過ぎないのではないか。そんな思いつきの気分、曖昧な空気こそが紙幣の信用を崩壊させる。だからこそ我ら自身の手で偽札を流通させる手はずだった。意図的に発生させた信用崩壊により大商会連合もろとも目障りな三越商会を破綻させる。それが教団より下された計画だった。だがそれは連合に隠した教団の資産を全て回収した後での予定だったはず。あれらはシェイフゴーズ資産の中に紛れ込んでいる。回収には手間も時間も必要だと。それを承知での計画ではなかったのか。このまま偽札が流通していくのを見ているだけならば教団は莫大な資産を失うことになりかねんが、なんだ、何が起きている。 What's the mess going on? I don't know. This freaking train going crazy every episode. Oh, oh, oh.無法都市を出発したこの列車の貨物に盗品に紛れて九段の偽札が持ち込まれたと分かった。製造元の捜索は他藩に任せ、我々は現物の回収を行う。666番、六段は禁止よ。リーダーの私の指示に従いなさい。分かっています。分かってないから言ってるのよ。この前もその前もあなた何を焦ってるの。私は別に。そうやってすぐ抱え込む。話してくれないとわからないわ。まあまあ二人とも今は任務に集中しないと。そうね。で、あんた今何か食べてたでしょ。食べてません。食べてた。絶対食べてた。お客さんいないね。金銭品の輸送列車だ。It's like bullet train, bro. しかし、護衛の姿もないのは。お。二人とも。Uh-oh. It was a trap. Damn. さて、切符を拝見させてもらおう。 Damn. It's really bullet train. 魔力で強化された人、何者だ？ジョン・スミス。ジョン・スミス。Wait, Tasco, but y'all not. That's a big bird? I saw quite that though. You know, I see them much to Muricono. Damn it. Mr. John Smith.So what? どうして弱い? I don't know, ask yourself that. Damn. Alright, good Smith. Good Smith. Good episode. John Smith's gonna have to protect the fake bread, so. Sheesh.